皆様、お元気でいらっしゃいますか松山千春です。今回も北海道札幌の STV ラジオの第3スタジオからお届けさせていただきます。FMNAC5 をお聞きの皆さん、STV ラジオをお聞きの皆さん、2月の25日です。各局さんは 大半の曲が3月に入ってこの放送が流れるということで、まあ、政治の部分でも、あと、世界各地で、まあ、頻繁してる紛争の問題にしても、いろいろと一週間の間にな、 変わってくることもあるとは思うんですが、先週、なあ、まあ各局さんにとっては先々週、寒暖差のきつい一週間だったよな。北海道でもよ、プラスの柔道、なあ、なんか経験しちゃってさ、お前2月ったらお前一番寒くなる時なのにな。 プラスの10度。おこれはあれか、お前。このまま春に来んのかと思ったらな。翌日からまたマイナスの世界に入りましてね。ああ、やっぱりあれは夢だったんだと思うようだな。みんなのとこもそうだったろ急に暖かくなったよ。まあ、それこそお前、桜が咲いちゃうんじゃないかぐらいだな。まあ、もちろん、あの、寒桜とかな。 そっちの方は咲いたりしてますけどね。ソメイヨシノまで咲いちゃうんじゃないかなって思うぐらいのね、暖かさから一変して、なあ,あ、あ東京都内、うん、まあ、23区もな、雪が降るんじゃないかとかな、話題になってたりなんかしてたけどないやみんなよ。着るもの。な大丈夫かやっぱりよ。 あったかくなってきたらよ、もうこれは着ねえだろうとかね、これはないよな、みたいにね、しまってしまった方もいたと思うんですよね。またそれを、まあ、取り出してですね、うーん、参、ま、ったね、みたいなな、方もいらっしゃったんではないかなと、思います。うん、まあ、実を言うと、先週は、うん、 まあ俺とマネージャーでね、まあ大阪へ行ってきたんですけどね、あのー、恥ずかしいわな。北海道から出てくるのはさ、やっぱりちゃんとした防寒の格好をしてるじゃないか。だから大阪の人って意外とその薄手まあ、その中にいきなりこの真冬の格好した我々が、 なあ、降りるわけだからな。ちょっと人目が気になるなあ、ぐらいのね、状況だったりなんかするけどな。やっぱり、大阪ついて、うん、まあ、は、一番初めに思うのは、雪がないってことだよな。我々、どう考えても、雪の中だからな。まあ、そこが違うなと思えば、違うとこだなあと思うんだけど、あの、寒さはね、 俺たち、えー、マイナス、まあ、3度、4度とかな。そういう中で生活してんだけど、大阪行った時はね、プラスの4度、ほ度かな。なんだけど、風が吹いたら、あー北海道と変わんないぐらいおー、寒いね。みたいなな。あれはもう、あれかな。まあ、都会独特の寒さ。ってやつかな。 いや、ほんと、俺たちでも、あ、これは、なあ、手袋をした方がいいのか、とかね。うーん、ほんとに、思ってたより、あの、寒さは、感じたな、うん、ただ、ね、着るものはそんな、ね、オーバーにするほどでもないなぁとは、思いましたけどね。さて、まあ、 2年前、2月の24日、ロシアがね、ウクライナへ、まあ、侵攻した。それから、丸2年が経って、一体状況はどうなってるんだ。ああまあ、いろんな情報関係な、な聞いたり見たりしてると、 やっぱり、ウクライナに対する支援疲れ。なんて、アメリカがさ、あの、議会の方でな、予算通すか通さないかってやってるぐらいだからさ、イギリスもフランスももうみんな、ドイツも、いろんな武器渡したんだけど、別足りないんだ。その点、ロシア、 はな、まあ、ロシアだって、そんなにそんなに武器は持ってたわけではないんだけど、イランとか、北朝鮮から、ミサイルやドローン、まあまあ買い取って、一生懸命、まあ戦ってるんだけど、ま、あ正直言って、ロシアの方が、 まあ優勢、といえば優勢に立ってるなぁと思うんだけど、まあみんなも不思議に思うんだろうけど、プーチンの目標は何なんだろうなあまさかウクライナ全土を、なあロシアにしてしまいたいのかなああとは、まあよく聞く、NATO なあ 北太平洋、条約機構。まあ、アメリカ、イギリス、ヨーロッパの国々とな。まあ、軍事同盟だな。NATO に、まあ、そのウクライナが入りたいとは思ってたけど、今回のこの、まあ、戦争といえば戦争だな。ゼレンスキーさんも、 まあそれどころではない。まずは今、なんとかロシアを食い止めなくては、と思ってんだけど、その NATO の、まあ国の、まあそれぞれ、お家の事情があるからな。いや、もう武器はこれ以上出せないよ。出したら今度自分のところの国守れなくなっちゃうもん。あ,あ。 日本はそういう、まあ殺傷兵器、そういうものは、輸出しないことになってるからな。他の国が、いきなりは、それこそミサイルだとか戦車だとかな。この後航空機が来るんだと思うんだけど、いやー、どう考えたってな、あの、防衛としてな、ねえ、まあ作ったり、 なあ、新しい兵器を開発したりっていうなら、国民も納得すると思うんだ。ウクライナを守るために、なあ、国のものを全部出しちゃれってなると、これはまた話が違ってくるんだな。当然、ウクライナが NATO に入っていれば、それはもうどんなことしても、 なあ、戦わなくてはいけないけど、また、ウクライナに入るとか、なあ、まあ、NATO に入るとか、EU、ヨーロッパは、まあ、経済圏としてな、ウクライナも入りたい。それがやっぱり、うん、プーチンにとっては、やっぱり危機感。なあ、だって他の、 バルト三国や、なあ,あ、ポーランド。もう隣接してる国はみんな、もうナトに入ってるからな。これでウクライナに入られたら、もう我々は、うん、敵に囲まれるみたいなな、感覚、持ってしまってるんだろうな。だからこそこんな、 まあ、我々に言わせればね、やっぱり国際法違反の領土、まあ、侵攻してし、しているという状況になるんだけど、問題は、ウクライナの大統領のゼレンスキーさんだよな。あの、ゼレンスキーさんは、まあ、頑張って、領土を取られないように、なんとか頑張るんだ。 なあ、他の国々に対してね、兵器を持っ,て持ってくれ。なあ、もっとミサイルを持ってきてくれ。もっと航空機をな、飛行機を。ってさ、言うんだけどさ、俺たちとしてはさ、ウクライナ人もロシア人の流す血は見たくないんだよな。 日本としてはね、やっぱり両方の、な、国民が血を流す、涙を流す、っていうことは、やっぱり、なんとか止めたい。やっぱりどっかで停戦しなきゃならない。ところが、ゼレンスキーさんが、すでに、 もうプーチンとは一切交渉はしない。という決定を下してるもんで、これなかなか中に入れる連中もいなくなってるという状態なんだけど、けどゼレンスキーさん、自国民の死んでいく姿を見たら、なんとか交渉で、 今度は戦争という形じゃなくて外交という形でロシアとウクライナ一応転戦しよう。で、プーチンどこまで領土として欲しいんだ我々としては一切ロシアには渡したくないけどけどどこを自由に使えるというなら 停戦してくれるんだ。っていう話し合いな。ぜひとも始まってもらいたいな。もう、これ一日一日の勝負だからな。やっぱり最初の頃はさ、みんなが、ロシアなんか負けんな。ねえ。吹っ飛ばせ吹っ飛ばせ。みたいなな勢いだったけどさ、ここに来てな。 やっぱり支援疲れですよ。いや、俺こんなに支援してんだけど、どんどんロシア攻めてくるし、これ以上お前武器やなんか渡しても、無理じゃないかみたいだな。っていう考えと、もう一つは、やっぱり戦争って良くないよ。早いうちにやめるべきだった。なあ。 もう何万人もの命が奪われている。それを考えたら、今でも停戦して、すぐに停戦して、それもやむを得ないんじゃないか、っていう考え方。まあ、結局は、プーチンが馬鹿げたことをやったわけだけど、それに対して、 ウクライナ・ゼレンスキー大統領付き合ってしまったやっぱりそこで大統領としてウクライナ国民を命を守るなあという外交に少しおろそかになっていたんではないかなと思いますぜひともイスラエルパレスチナもそうですけど やっぱりそういう戦いはしないでいただきたいなと思います。今回一曲目は PPM、花はどこへ行った ?PPM で花はどこへ行った聞いていただきましたけど、俺も久しぶりに聞かせていただきまして、ピーター・ポール・アン・マリーですけど、マリーはもう 2009年に亡くなってますから、この歌声はもう二度と聞くことができないんですけど、要は、1960年から70年代にかけて、いわゆるベトナム戦争ですね。で、フォークソングっていうのは反戦歌として歌われるようになってね、 まあ「花はどこへ行った?」なんかはねまあ中心的な歌になっていきましたけどねうんやっぱりベトナム戦争をやってるたときですよアメリカの人間たちも、うん「こんなことはしちゃいけない」「やっちゃいけないことだよ」なあ,あそれがフォークソングの一つのブームを作っていくわけでありますけど。 話は全然変わりますけど、今日、あのー、バスケットボール男子アジアカップの予選でですね、日本が中国に勝ちましてね、これなんと、ま、公式の試合は88年ぶりに日本が勝ったということでね、 私もあの、テレビを見てましたけどね。うん。まあ、日本が強くなったのか、中国が弱くなったのか、よくわからないけど。まあ、勝つことは勝ちましたからね。いや、本当に、良かったなと、うん、思いますしね。まだまだ、うん、アジアの中には、あた,くたくさん、バスケットボールの強いチームがありますからね。そんな中で、 まあ日本頑張ってもらいたいな。なんといってもパリオリンピックのバスケットボール。まあ、出場チームが12チームか。その中の1チームに日本が入って、入ったわけですからね。やっぱり強くなってってもらいたいなと、思いますね。あとはあれだな。え、アメリカ行ってる松山秀樹。 プロゴルフ。なあ。あのー、ザ・ジェネシス招待っていう試合でね、これリベラカントリークラブ、カルフォルニアにある素晴らしいコースなんだけどなリベラはやっぱり難しいんだよなそこで最終日逆転優勝しましてね。いやー本当に松山ャかったっていうね、世界なんだけど。 優勝賞金が6億なんですよ。これを聞いて、あのーね、なんていうかな、まあ、銭金の問題じゃないってやつ、それまでなんですけど、に、日本で試合をやって、一番高い賞金は多分、えー、ジャパンオープン、なあ優勝して2000、1000万か、あぁ、4000、 一千万、二千万のせ世界だと思うんですよね。たいあの、まあ、総合優勝賞金の、えー、20%。なあ。だから、その、うん、まあ、4億の、ああ、2億か。2億の大会で4千万の優勝賞金。なあ、それが、まあ、アメリカではいきなり6億の優勝賞金だからな。 これお前、去年、お年でもそうだけど、男子の年間のな、優勝、賞金王、えー。2億いくかいかないかだから。から1年、1年間やってたぞ。賞金がな、2億取れるかどうかだからな、賞金王が。それがお前、アメリカ行ったら一発で6億だから。だからみんなその、 アメリカを目指すよ。男子も、女子も、まあ、気持ちはわかるっちゃ、わかるわな。いざこうして、本当に優勝してみるとな。まあ、本当にやれるもんなら、ぜひ、アメリカで、なあ戦って、まあ、まあ、見たいと思うのが、男子も女子も、気持ちが強いんだと。 思いますけどね。さて、今日、2月25日、誕生日のね、まあ芸能界にもおりましてですね、それも北海道はルモイ出身なんですけど、森田光一さん、なあ,あ、84歳。あおめでとうございます。森田光一と、 トップギャラン、青春時代。さて、一転して国会の方に目を向けますと、これ通常国会ですからね。まあ来年度予算、まあ決めていくわけですけどね。112兆。うーん、112兆。そのうち、あれだからな。税金で まあ入ってくるのは70兆ぐらいで、だ40兆ぐらいは何かしら借金したり、国債を発行したりとか、あの手この手でやるんだけどさ、いつまでその、このやり方を続けてくんだろうか、なあ,あ、70兆しか入ってこないのに、112兆使うって言うんだからさ、 もう考えただけでさ、子供だってわかるよな。それもう借金じゃんか。まあ、毎年そんなことやってるわけみたいだな。やってるんだ。まあ、情けないんだけど。まして、それこそ、まあ、パーティー券だな。派閥のパーティー券を売って、で、まあ、ノルマに課された枚数よりも売った人は、 その金をバックしてもらう。いわゆる裏金っていう話になるんだけどな。まあいろんな形で、それは裏金っていうものはな、作れられると思うんだけど、特にあの、政党助成金っていうのもありますからね。各政党にですね、まあ最終的に全政党で310何億か、ね、政党金が だから、自民党が160億ぐらいかなあれ政党助成金ってさ、政党からな、まあ各国会議員へね、まあ選挙頑張れよとかね、政治活動頑張れよみたいな感じでね、渡すんだけど、これやっぱり、あれだね、幹事長とかよ、事務長とかよ、や、やつらの判断一つだよな。 うんこいつにはちょっと多めにやっとこうかとかね。まあこいつは少なくていいだろうとかね、うん。それもやっぱりちょっと透明化をしてもらいたいなと思うんだけど、要は、その、あなた方の給料、歳費についてはね、それはもう自由に使っていただいて構わないと思いますけど、その他に入ってくる、まあ、所得というか政治資金についてはね、 やっぱり透明化。誰から、どれだけ、ちゃんと記載しておく。こ,こ、こんなものに使いました。あんなことで使いました。それをしっかりやってくれればね。そら、我々だってお前確定申告の時にな。思うよなうん。これは認められないのか、とかね。まあそう、国民に言われないようにね、しっかりやってもらいたいなとは。 思いますけどね。次の曲は、これ誕生日なんですよね。鹿内隆史さん。83歳。俺鹿内さんが好きですさ。あのー、まあ、1975年前後はな。本当に歌手としてやってたんだけど、それから役者になっちゃってさ。あ,あ、また渋い役者としてね。 活躍してるんだけどな。俺はこの人が歌ったね、情熱という曲がね、大好きでね、今でもカラオケで歌えと言われたらね、俺は鹿星さんの情熱を歌うと思います。さて、これは皆さんからのメールです。横浜のお稽古。チ春ールさん、スタッフの皆さん、こんばんは。 春のコンサート、鎌倉芸術館にめでたく当選しました。感謝、感謝です。聞いてください。今回の会場の隣にあるのが私の母校です。ちなみに女子大ですよ。前回いらした時にはまだ校舎が移転していませんでした。そんなわけで、今回は20、30に嬉しいです。 久々に母校にも立ち寄ろうかと思ってます。なあ、女子大か。<laughs> なあ、あのー、ここへ来て、まあいろんなことがあってですね、男子校、女子校、なあ、やっぱり教学がいいんじゃないか、ということになってきてね、 なかなか女子大っていうのも少なくなってきてると思うんだけどな。稽子、ぜひとも、お前の母校を私も見てみたいなっていう気に、気にだぞ。ねえ、なってくるわな。だって女子大生ってお前、俺といくつ違うんう ?40 ん、50ぐらい違うんだろうお前、<laughs> なあ 人時代も二時代も違うんだからな。たまらんぞな。さて、これは、八王子の夏へ、君からのメールです。4月10日、ふっさのチケット取れました。1000人ちょっとのホール。もしかして、と思いましたが、よかったです。4月24日は、私の誕生日、61日になります。千春は、コーチですね。 誕生日の月にチアリに会えるなんて、チアリからのプレゼントだと勝手にルンルン、新曲、ともよ、ほか、どんな曲を歌ってくれるのか楽しみです。夏へ、任せなさい。なあ、もう、知ってる歌それとか、新しい歌。なあ、それと何と言っても自分がみんなに伝えたい、うん、そんな歌。 の数々をね、歌わさせていただきたいと思いますんでね。まあ前回やった鎌倉と違って、なるべく曲数も、な増やして。ということは、喋りを少なくして、本当にできるかねんなことね。俺は去年も岡山だったよな。もう二部なんかほとんど喋りだったもんな。 俺もびっくりしたもん、自分で。ああ、数え、数えたら、あれ ?4 曲しか歌ってないのかみたいだな。そんなこともあるからな。コンサートは何があるか分からないから楽しみにしてますよ。まあ、春のコンサート、ともよ。な四4月4日、鎌倉芸術館。ね十10日が福、ふ佐市民会館。12日が y、YCC 県民文化ホール。 これは山梨は甲府ですね。17日に富士市文化会館ロゼシアーサー。19日が長良川国際会議場。ああ、これは岐阜ですね。そして4月の24日が、うん、な <laughs> 誰かさんの誕生日だろう高知県立県民文化ホール。 26日がレグザムホール。これは香川県高松。で30日が倉敷。ねえ、私の好きな、まあ、なんと言っても、本当に、まあ、いつ、なあ、あの、この会館、立て直しますって言われてもいいような、ねえ、いい雰囲気の会館です。 そして、5月の2日に、島根県民会館、松江、久しぶりに、寄らせていただきます。まあ、これからそのゴールデンウィークが始まるからな。そこは、えコンサートしないで、開けてから、新潟県は長岡市立劇場。そして、11日が、 富山、オーバードホール。ああ。富山あれだよな。食い物がうまくてさ。コンサート終わって、プライベートで富山に行ったよな。ただその店の飯が食いたくてな。いや、俺な、食欲って別にないんだ。ただ、あ、これ美味しいなと思ったら、 それ、毎日食っても、全然、嫌じゃないっていうな。まあ、そういうタイプなんだ。あれ、女ってさ、うん、特に、主婦の場合な、何が食べたいって言われて、そうだな、今日は、って言ってくれた方がいいんだろうな。<laughs> 俺みたいにさ、あ別に何でもいいよ。なあ。 特にこれと言って好きなものもないから、何でもいいぞ。これ一番困るんだろうな。やっぱり今度、ちゃんと言ってあげよう。なあ。問題は女房にそこまでの料理する腕があるかどうかっていう話なんだけどな。ねえ。あんまり俺、洋食って苦手だからさ。うん、やっぱり、ご飯に味噌汁が、 ないとな。納得がいかないっていうパターンなんだけどさ。でもな、いつも思うんだけどさ。うちの女房だけかね。あの、鍋あるべ。鍋やって当然その、まあ、汁を、な、終わってからどうこうするべ。それなのに味噌汁があるんだよ。 あお前さ、鍋の時はこれ味噌汁はいらないだろうこれ俺正解それとも、鍋であっても味噌汁はつけるべき <laughs> まあ小さな問題なんだけどな。さて、今回のコンサートのチケット料金が1000円上がりましてね、消費税を込みで、 9900円という形になりまして、やっぱり音響や照明、いろいろ値段が上がってきましてね。それとともにスタッフが、やっぱり給料。まあ、その大企業みたいにさ、10%だとかさ、そんな風にはできないけどさ、少しでもね、あげてあげたい。 っていう気持ちがありますしね。あと、うちの事務所、オフィス元気なあ、まあ、マネージャーの井上にしても、亀井光也にしても、また事務所の人間にしてもね、やっぱり前、ここまで来たらさ、なんと言ってもお前、日経の株価がな、 バブル期以上になったんだからさ。毎年毎年同じ給料でっていうのもな。なんだからな。期待はすんのよ。うんこうや。なあ。多少だから、本当に。なあ。上げていかなきゃいけないなあと思ってな。まあ、これは給料が上がって、で、みんなが、うん消費行動、 まあ、いろんなもの買いたいって買って、そしたら企業が儲かって、企業の給料が上がって、まあ、好循環になってくれればね、一番いいなと思いますが、まあ、日本も、な中国、台湾問題、そして、北方四島の、なあ、やっぱり我々の領土だっていうね、 問題いろんなものを抱えてますからこの先どんなふうになっていくかわからないですけど是非とも外交努力これからも忘れずに頑張ってもらいたいなと思いますしかしいざロシアが北方四島から北海道へという形になったら俺はどうしようっていつも思うんだよな ああ、やっぱり、戦うのかな難しいとこだな。今日もありがとうございました。松山町ある、兵士の歌。